よというわけで本日もですねメイクをしていきたいと思います。先週ぐらいにメイク動画上げたんですけど、やっぱりうちと言ったら美容系 YouTuber なのでメイク動画は必須かなっていうことでメイクをしていきたいと思うんですけれども、もう今日は本当に一日中外にいなきゃいけない日なんです。外にいなきゃって、その今日外にいなきゃっていうか、今日は本当にメイクを絶対に崩したくない日ってあるじゃん。まあ今日は別にいいかなっていう日はないと思うんですけれども、まあ今日はとにかくメイクを崩さない、もう絶対絶対に崩れない。だってこれから夏が始まるし、8月みんな夏休みじゃん。絶対楽しんでる。夏休み入ってる、もう入ってないわかんないけど楽しんでる。もう夏休みと言ったらもう川遊び、海遊び、バーベキュー、花火とかロケが多いわけじゃん。もう外撮影もう外が多いから、とにかくメイク直しはしたくないじゃん。だからもうそんな時に私がいつも絶対にメイクを崩したくない日のメイクもう今日教えていきたいと思います。やっぱり美容系 YouTuber なので、この顔で何言ってんだって話なんですけれども、というわけで今はもう日焼け止め終わって、カラコンもちょっと今日はナチュラルめ、ナチュラルめのブラウンにしてみました。というわけでメイクやっていきたいと思います。なんか最近のニキビ事情的にはだいぶね、なんかずっと私おでこがもうニキビやばくてっていう話してたんですけど、だいぶね引いてきたけどね、一個相談、だいぶ引いてきたけど、まあここに一個だけちょっとポツなんかまあ出かけみたいな意味わかんないやつがあって、まああとはいいんですけど、なんかねちょっと相談、ここにねニキビみたいなのあるんだけど、たまにパンパンに腫れる、なんか蚊に刺されたぐらいパンパンに腫れることがあって、ここマジピンポイントでここなんで、やっていきたいと思います。とりあえずもう私は絶対に崩さない日はもういろんな動画でもうこれをおすすめしまくってるんですけど、マリリンさんがプロデュースしているビムビューティーのキープコンフィデンスプライマー、このやつですね。これはもう本当にメイクキープをしてくれる、私がもう冗談抜きで出会ったそのメイクキープ系の下地で一番、湿気によるメイクの崩れとかもカバーしてくれるし、時間経ってきてさやっぱ皮脂とか出てくるじゃん、それとかも結構カバーしてくれるから大好きだし、私はね個人的に毛穴も埋めてくれるようななんか効果があって、これ個人の意見ね。だから毛穴が気になるところとか、鼻はもう全体的に塗るし、おでことかもテカってほしくないから塗るし、あと私は目に薄く広げるとやっぱメイクキープだから、アイシャドウとかアイラインの崩れ方が全然違うから、塗りすぎるとちょっとあれだけど薄く伸ばして私は使ってます。ここも大事だから、この鼻の下ここ結構テカるから、いい、みんな覚えておいてね、メモしておいてね。鼻の下結構テカるから、メイク直しとかも結構鼻の下は結構注目ポイントで、こういう濡れたスポンジでほんとマジ力入れてない、これちなみに言うとポンポンポンってなじませるぐらい、本当に目のところもしっかりやって、はい、それができましたら一旦先にコンシーラーやっちゃおうかな。なんか最近はなんかコンシーラーを後から、ファンデーションを先にしてコンシーラーを後からすることが多いんですけど、そっちの方がやっぱりピンポイントでカバーできるじゃん。後からコンシーラーをした方が厚塗り感は出ないの。今とかはさファンデーション塗ってないから、ファンデーションでカバーできるようなシミとかニキビ跡とかニキビとかもやっぱ隠したくなっちゃうじゃん、先にコンシーラーすると。だから最近は素肌感見せたい時はコンシーラーは後で、ファンデーションの後にやることが多いんですけど、けどやっぱ肌が綺麗に均一に見えるのは圧倒的にコンシーラーを最初に仕込んどいた方が最後に均等にするから、色をね。しかも私なんか余計さコンシーラーをさ2色使いとかしてるから、てかなんかここだけの話していい、なんかヒゲ濃くなったの、なんかねヒゲの脱毛をしたの、ヒゲの医療あんまり大きい声で言えないんだけど、ヒゲの医療脱毛とか、けどまあヒゲの医療脱毛をしたのね。で2、3週間ぐらいでどんどん生えてこなくなる感じなんだけど、まだ5日目とかもそれが最近やったばっかりだから本当にそれぐらいなのね。だから副反応かなんかちょっとわかんないけど、なんかちょっとだけ濃くなった、脳じゃない、さすがにね。てか待って、夏だよ。もう最近私は本当にテンションが高くて、なんでかっていうと夏が近づいてるからなの。もう夏が大好きなのね。今まではさやっぱマスクをずっとしなきゃいけなかったから、本当に夏って苦痛だったの、私にとって。メイクも崩れる、ギトギトになる、汗かくっていう最悪なんだけども、汗かくのはそんなに好きじゃないんだけど、でメイクもそれこそさ今日やるメイクみたいにさもう崩れないようなメイクをするから、メイクも崩れないしマスクでギトギトにならないし、プラス夏だし最高なの。もちろん冬も好きなんだけど、どっちかって言われたら私やっぱ夏のが好きなんだよね。やっぱ夏女じゃん私と言ったら。で夏の好きな理由がまずね、第一に日が長い、マジそこ。コンシーラーもこういうパフで軽くなじませます。まあ確かに朝方太陽が出てくるのが早いから、もう4時ぐらいには結構明るいじゃん。だからそれはちょっとバッドなんだけど、え、もう明るいのみたいになるから。けど冬とかってもう本当にそれこそ4時ぐらいにはさもう暗いじゃん。
えみたいな、もう真っ暗ってなるから、やっぱ一日が長く感じるから最高だし、しかも服も、もう夏服の方が好きなの結構露出狂だから、だし、私もうとにかく汗かきなの。もうそれはもうどうしようもない出来事、もう事実としてあるのね、汗かきは。だけど、冬でも別に汗はかくのよ。暖房ガンガンで着込んでたらめっちゃ暑いし、けど、冬に汗かいてたらさ、えどうしたってなるけど、夏はやっぱり、あかん、暑いよねってなるから、本当に最高なの。はい、というわけで、コンシーラーでこういう感じで均一にできましたら、ファンデーションいきます。ファンデーションはこちら、ビムビューティーのエクストライクフィニッシュクッションファンデーションの22番。で、これは SPF50+ と PA++3+ 入ってるので、最近はよく使ってます。こういうパフで。しかもね、このパフのいいのが、尖ってるから目元とかやりやすいの。これを取って、一回ここで、オフしてからつける。最初にコンシーラー仕込んでるから厚塗りにならない程度に。やっぱり厚塗りになればなるほど崩れやすくなるから、もう正直最低限こういうカバー系は、こういう美肌ゾーン、私美肌ゾーンって呼んでるんだけど、こういう目の下のところだけちょっと重ねて肌を綺麗に見せてくれます。で、これ結構セミマットになる感じだから、本当に夏とか私割とツヤタイプのものを使っちゃうと結構ね、え、ツヤテカリどっちみたいな、もう全部顔面発光してるみたいになっちゃうから、私はこういう夏とかは特にセミマットを使うと本当にちょうど良くなる。もしメイクが崩れたとしても綺麗なね、崩れ方をしてくれるし、ちょうどいいテカリになってくれるので、セミマットタイプはおすすめです。で、こういう目、赤みとか鼻周りのクマとかニキビとかも消してくれるから、だから多分本当はね、ごめんちょっと間違えた、私このファンデーション使うときいつもコンシーラー、もちろん肌荒れがひどいときは使うけど、ほとんど使わないわ。これ鼻の下も大事だよ、みんなよろしくね。こういう感じでもう薄塗りなのに、わかる、このカバー力すごくない？さすがマリリンさんだよね。厚塗り感ないでしょ、素肌感ありつつめっちゃいいの。てかごめん、照明がさ、今青白いからさ、白浮きしてるように見えるけど、普通のライティングだったらこんな感じ。綺麗じゃない？で、もちろんね、こういうニキビとかボコっていう、ボコは消せないけど、さすがに。けどちゃんとね、カバーしてくれるの。なかったかのように。で、そしたらパウダー。パウダーも、夏とかはあんまり乗せすぎると、ヨレの原因になっちゃうから、結構薄めにパウダーも乗せます、私は。本当にビムはマジで崩れないから、崩れるストレスがないの。メイクが崩れるのって結構ストレスじゃない？あんなにさ、朝早く起きて頑張ってもさ、あの頑張りは何？ってなっちゃうから、やっぱりちゃんと崩れないものを選ぶと、いい。で、パウダーはあんまりその崩れやすくなるからのせたくないけど、って言ってもベタベタするのは嫌だから、前髪がある人とかはやっぱり私とかおでこは結構しっかりめにのせるし、鼻とかも結構しっかりのせて、自分がテカりやすいところはまあ気持ちちょっとのせる程度で、でもやりすぎには結構注意。できましたら全体的にシェーディングしていきます。え、今年の夏みんな何すんの？教えて、コメント欄とかで。だってさ、ニュースとかでもさ、そのマスクの規制が緩和されてそっから初めてのこの夏ってニュースがもう連日やってんのね。私結構ニュース見てて、ちなみに言うと見てないように思ったでしょ、意外と見てるの。お祭り行ったりするの、スキピとか最高じゃない？でもそう考えたらさ、夏祭りとかってマジでメイク直しするところってなくない？ご飯とかだったらさ、ちょっとお手洗い行ってくるとか言ってさ、メイク直しできるけどさ、絶対崩したくない。マジで絶対崩れないでおこうね、夏は。今年の夏は。だから正直マスクがなくなったのは結構でかい。私は今年は、夏祭りの予定とかは1ミリもないんですけど、ちなみに言うとね。まあ、ちなみにうちの事情を言うと1ミリもないんですけど、けど熱海のさ、結構やってる花火大会有名なのあるじゃん。あれとかは見に行きたいんだよね。てか待って、デートメイクとかにしてみる？今更？ここまでやっといて今更？でもデートとかだったらうちなおさらメイク崩れたくないから、ちょうどよくない？なんか花火大会の話とかしてたらさ、デートメイクしたくなってきた。え、ちょっとデートっぽくしよう。絶対どうしよう。怖顔。本当に見てはいけないものだよ。そしたら眉毛。最近髪色はね、赤色注入してなくて、でも赤色が落ちてきてちょっとオレンジっぽくなってて、それもそれで可愛いんだよね。眉毛は内側から描いていきます。なんかさ、昔の YouTube とか見返しとったらさ、結構私恋バナしてるじゃん。なんか今話す恋バナとかないんだよね。本当に隠してるとかじゃなくて、本当にないわけ。だから昔ようこんな、なんか恋愛用しとったなって感じ。恋愛の仕方とか忘れた。やばいよね、まだ二十歳だよ私。二十歳でさ、恋愛の仕方忘れたとか言ってんの本当に嫌だよ。本当に何してんだろう、私って。
急にメンヘラ？いやでもやっぱりね、思うの。地元の子とかのストーリーとか見てたら、なんかみんな恋人とさ、なんか旅行に行ったり、川でスイカ割りとかしとったり、いいなって思う。ほんと私何してる？もう仕事しかしてないよね。仕事も好きだからいいんだけど、仕事も好きだし、友達も多いから、でもそれもあると思う。仕事好きで友達多くて、じゃあもし今恋人ができたってなった時に、どういうリズムになるのかがわかんないじゃん。もう今さ、もうリズムができちゃってるわけじゃん。自分の中で。難しいよね。なんか眉毛非対称だし。なんか恋話しててなんか動揺しちゃった。そしたら、左眉毛非対称になっちゃう。うんうん。あん。えんちゃん。誰もダメを流れていく、君は完璧で究極のアイドル。ありがとね。え、マジで教えてね、みんなお願いだから、コメント欄で。今年の夏はお月ピと地元のお祭り行きますとか、花火大会しますとか、絶対教えてね。私それでもう行った気になるから、それで満足。私は大丈夫。でもさ、やっぱさ、 DM とかさ、ちょっと待って、眉毛が気になってきた。これで表情を動かした時に眉毛のがどう見えるかとか結構チェックするよね。こんな表情する時ないけど。まあいっか、考えてもちょっとなんか分かんなくなってきますよ。アイシャドウ落ちます。今日はデートメイクなので、ちょっとがっつりピンク目のメイクでもしちゃおうかな。みんながさ、コメント欄とかさ、それこそ DM が多いんだけど、 DM とかで恋愛相談とかめっちゃしてくれるのね。なぜか私にこんなに恋愛最近してないしてないって言ってるけど、みんなしてくれるの。ありがとうね、いつも。とかなんか相談だけじゃなくて、なんかこういうとこ行きましたとか、なんかのろけ話もみんな教えてくれるの。私それ結構嬉しくて、自分も行った気になるの。結構すごい才能じゃない？もうそういうの見てると本当に楽しい。学生の子とかは、あ、自分も高校生の時そんな恋愛してたなとかって思うし、私よりね、年上の方とかは、うわ、そういう考え方もあるんだとか、結構勉強になったりする。結構明るめのピンクのアイシャドウを使いました、今。やっぱりきつめのメイクも好きなんだけど、私にとって。ねえ、ちょっと待って、なんか眉毛来ない？なんかどんどん濃く見えてきた。一回メイク完成させてからにしよう。どんどん馴染んでくるはずだから。濃いめのきついメイクも好きなんだけど、もちろんたまにはこういうさ、パッと明るいメイクでギャップ萌え。この顔でどこが萌えんだよって話だよね。やっぱ可愛い、こういうザ・ピンクっていう華やかなメイク。デートだからディオールのアイシャドウなんか使っちゃった怖い。顔が本当に自分でもびっくりする。たまに鏡見て、えってなる。はい、ピンクがのせれましたら、それよりちょっと濃い色を二重のライン、まあ一重なんですけど、まあ、二重を想定したラインに入れて、それをちょっと上にこうやってぼかしていく。伝わったかな今。ここのまず際にね、入れるじゃん。際に入れたら、そっからこれをこのまま上にこうやってぼかしていく。そうすると、この暗いアイシャドウの色の発色にはならずに、一番最初にやった明るめのピンクのアイシャドウに深みが出るってイメージ。伝わるかな？この暗さの色で単色では行きたくないけど、ちゃんと深みも欲しいって時に私はこういう感じで、明るいのと暗いのを混ぜて深みを出す。上マウトよりは薄めにやるけど、下のね、涙袋にも。で、下は割と目尻から入れて、目頭にかけてぼかすってイメージ。こんな感じで。できたら茶色の暗めのアイシャドウで目の際を埋めて、より目がキュッとね、見えるように。で、あのビムの最初に使ったプライマーをやってるから、本当にアイシャドウとかはマジで崩れなくなる。こんな感じでできたら、もうね、これぐらい結構赤いのを取って、目の際に入れる。ここに入れた今。なんか地雷ラインとまではいかないけど、際にポイントがあって、で、もうここに塗った同じ筆もう一回つけなくて、残りカスで目頭側の際。残りカスって言い方最悪じゃない？どうしても足んなくなったらつけてもいいけど、ちゃんとこうやって押さえて、そうするとね、なんだか可愛いの。そしたら涙袋を描きまして、涙袋は最近はリキッドで描いてから、後からブラウン系のパウダーで重ねて深みを出すみたいな感じ。なんか深みって言葉好きすぎじゃない私。けどリキッドだけだったらやっぱりね、線っぽくなりすぎちゃうから、私の感覚的にね。ちゃんとブラウンのパウダーでぼかすっていうか、なじませてあげると、より影感がちゃんと出てね、リアルな涙袋になるんですわ、これがまた。こんな感じで。ちょっと今濃く見えるけど、まつげとかアイラインとかしたら、なじみます。顔うざかった。そしたら、ビューラー。最近はビューラーでしっかりがっつり上げることが多いです。待って、まつげ抜けた。泣き顔ブス。
根元をしっかりね上げるようにしてる最近は。そうするとやっぱりちゃんとね目にね光がね入るんだよね。そしたらマスカラ下地で立ち上げをキープしていきます。本当にさ、どうやって恋愛してたんだろう。本当に最近の悩み、恋愛の仕方を忘れた。しかも私もう正直言うとタイプとかないのね、もうだからじゃあ自分から恋愛しに行こうと思って、ちょっと言い方悪いけど絞ろうと思っても絞れないの。なんかどこに狙い目を定めていけばいいのかが分かんない。タイプがさないから。だからそれこそタイプがあったらさ、もう本当に濃い顔が好きとかだったらさ、濃い顔の人が集まるところに行けばいいし、薄い顔が好きとかだったらなんだけど、顔のタイプが本当にないから。で下地が塗れましたら、最近は乾く前にマスカラをすることが多いです。で私は目尻の方がマスカラを濃くしたいので、最近はこういう綿棒とかで目尻のところに当てて皮膚につかないようにしながらたっぷり塗るようにしてます。これ最近編み出したの。やっぱ皮膚についちゃうからさ、結構バッドじゃない。そうするとほら綺麗につくでしょ。で今ちょっとまつげボサボサなんですけど、これは後でホットビューラーで整えるので大丈夫ですですでもこんな凄まじいぐらいまつげが完成しました。私はね、まつげは正直ちょっと韓国っぽい綺麗な一本一本のセパレートのまつげより、ちょっと海外寄りのなんかもうバッサバサのまつげの方が好きなので、割とこういう上まつげみたいなバサバサ感が好きなんですよね。はい、そしたらチークを塗ります。チークは結構ピンク系、コーラル寄りのピンク系が多くて、この目の下に塗って、一旦この細めの筆で円を描くように、本当に丸を描くように塗ってからの、太い筆に持ち替えてこうやって横に広げていく。やっぱ私はチーク濃い方が好きなので、えこうって思われるかもしれないんですけど、私はこれが好きなんです。伝わるかな。ちょっとこういうポテッとした、なんかほてってるってぐらいのチークが結構好きで、割と濃いめにで鼻先にもチークをして、でも割と下の方、鼻先のチークはほんと裏側ぐらいと顎を埋めるとなんだか可愛い。本当に眉毛が濃く見えます。そしたら一旦アイプチします。アイプチができましたら、ホットビューラーを温めときつつ、アイラインを引いて効率のいい女を演出します。アイラインは最近ね、目のラインに沿って吊り上げることもなく垂れさせることもなく、ほんと目のラインに沿って引くだけ。でも結構細め、昔はね結構太めのアイラインにハマってたんですけど、最近は細いラインが好きです。でこうやって伏せ目にしてラインを引くと、こうやって目を開けた時に気持ちね、ちょっと垂れ羽っぽくなってんの、わかる。だからもうほんとそれぐらいでいい。切開ラインもお忘れなく。こんな感じで切開ラインが引けましたら、ちょうどホットビューラーが温まったぐらいなので、まつげをまあ気持ち整えつつ根元をしっかり立ち上げて、立ち上げながらもあんまりなんかギャーンっていうまつげは嫌なので、ちょっとカーブをつけてあげると。わかる、結構綺麗になったよね。で下まつげも、こっちの私は左目の下まつげがめっちゃ立ち上がっちゃうので、ちょっと逆まつげなのかな、こっちだけ。こっちはしっかり倒してあげます。下まつげは倒せば倒すほど中眼面がね短く見えるので、しっかり倒しましょう。うん、まつげはこんな感じでええんじゃないんでしょうか。そしたらハイライトをね軽く、最近ハイライトはね手で塗ることが多いです。なんか手で塗った方がしっかり密着してくれるような気がして。はい、できましたら最後リップを塗って、最近はね結構ヌード系な明るいリップを塗る方が多いです。ちょっと前までは結構暗めの色を塗ってたんですけど、普通のピンクよりもワントーン明るいようなこういうちょっとサーモンっぽいものを塗ってます。そしたらいろいろと整え、あ、待って、整えたら涙袋濃くなった。最悪、涙袋ってさどこまで濃くしていいか分からなくない。はい、メイク完成しました。綺麗じゃない。で最後忘れちゃいけないのが、私が最近愛用してるビムビューティーのキープコンフィデンスミストってやつで、もうこれ結構使ってるんですけど、これはとにかくこの メイクの状態、もうメイクしたての状態をキープしてくれるし、匂いがめっちゃいいの。あのね、多分普通のより私の感覚的にミストがね
わかる？あ、この黒の服だからわかるかな？わかるかな？細かいのめっちゃ粒子が。だから私はめっちゃ好きで、結構振りかける。もう普通に気持ちよくて振りかけちゃうぐらい。この今ちょっと顔がミストで濡れてるんですけど、これを自然乾燥させます。あ、自然乾燥なので手は使いません。自然乾燥です。そうするとちょうどいいツヤになってくれて、それをずっとキープしてくれてるので、私はもう大体大好きで愛用してます。一旦メイクをこんな感じ。うん、眉毛も馴染んだね。言うてメイクが完成しました。かわいい。キラキラをつけないと。やっぱりデーツにはキラキラがないとですやん。ちょっとだけラメチャンネルを、涙袋の黒目の下の、黒目の下の目の際、もうほんとほんとここにちょろっとだけ、もう見える、ほらこうやって動いたらちょっと見える、乗せて、ちょっとなんかうるうるっていう、もう演出、もうすべて演出ですよ。はい、怖いでしょ。すべて演出なんです。怖い。で、ラメをなんか筆とかにがっつりのせるんじゃなくて、もうポンポンってのつけて、もうほんとラメだけで目頭の上に塗るのにハマってます。そうするとこうやって目閉じた時にね、綺麗にさ、キラキラ発光してくれるの。なんか漏れてない？てかやっぱ肌めっちゃいい。最高かも。でちょっとこういうアイラインの下とかにもキラキラ入れたり、目頭にもキラキラ入れたりして、眩しいぐらい本当にキラキラさせていきたいと思います。でもう本当に完成。わかる？このキラキラ、あ、こっちの方が伝わるか。いや、わかるかな？わかる？この肌の凄さ。というわけでメイクが完成しましたので、ちょっと髪の毛をやっていきたいと思います。ねえ待って、最悪。今さ、前髪やってたんだけど、なんか前髪が全然うまくいかなくて、今日なぜか。これわかる？ワックスとかもつけたのに、なんかうまくいかないから、もう今日はちょっとセンター分けで許してください。なんかうまくいかなくて無理だった。でもセンター分けでも可愛いよね、別に。顔可愛いし。自己肯定感高。今日はちょっと 前髪がうまくいかなくてセンター分けなんですけど、完成。可愛いんじゃない？ねえ、可愛いよね絶対。ねえねえねえ、待って待って、一旦待って。やっぱちょっとなんか眉毛濃いな。センター分けにしたらより一層なんか眉毛の濃さが目立ってしまっている気がする。もう眉毛迷子。眉毛は迷子なんですが、眉毛は迷子ってなんかいいね。こんな感じでメイク完成しました。もう本当にそれこそさっき使ったミストとクッションファンデとプライマーを合わせると、本当に湿気にも強くなるし、メイク崩れがマジでしなくなるので、皆さん本当に崩れたくない時はぜひチェックしてみてください。ね、可愛い？センター分けでも可愛いよね。別に可愛いよね。最近センター分けすること多いし、前髪とか失敗、私みたいに失敗しちゃったって日はぜひセンター分けにも挑戦していただいて、だから服とかをセンター分けに合うような服にすれば完璧なわけ、完璧ネキになれるってわけ。え？可愛くない？グッドでーす。というわけでデートの予定は全然ないんですけれども、デートメイクをしてみました。ピンクなのがやっぱポイントだよね。ピンクにキラキラも合わせて、でもベースは絶対に崩さない、ちょっとガード固めな女。どういうこと？え、待って、今日のメイク可愛いかも。はい、もう終わります。そういう自撮りタイムは置いといて。というわけでバイバーイ。